造園が来たところでお前らはただの砂利。今さら何もできんぞ。奴がまだは。あ、そうか。カタシ、大丈夫かい？はい、ガイのおかげで。いや、そっちじゃなくて、僕の先方の螺旋岩が当たった方。それも大丈夫です。前帰って当たる瞬間に神で飛ばしましたから。神！よかった。先方、戦術ですか？そう、奴には戦術しか効かない。それともう一つ、体術による物理的ダメージ。四代目火影の戦術と、ガイ、あなたの体術しか今は手段がないということか。先生は確か、その、戦術があまり…そう、正直、戦術は苦手でね。チャクラの練り上げに時間がかかりすぎる上、長時間維持できない。実戦でもあまり使ってこなかったんだ。その上、今は因が組めない状態だから、まともに戦うこともできないと思う。つまり今、この青き猛獣の出番ということになるな。発音トンコー第7キョーン青い正気ガイ八門トンコー死亡の一つ前か。赤い蒸気にならぬとは慣れられたものだ。黒い玉と棒に触れたらダメだよ。まさかガイが八門トンコーを。人の動きじゃない。ガイに体当たりしつつ、もう一度被害しかない。タカシ、来ないよ。ロックリガイ先生、大丈夫ですか？あ、すまない、リ。ケンテンはどうした？少し確かめたいことがあるから先に行けと。やっと追いついた途端、急にヒルドラが。大丈夫か？ああ、右腕と肋骨が数本いってる程度だ。あの日の綱の体術もダメとなると、どうする？奴は強すぎる。待て、カカシ、まだ体術がダメと決めつけるのは早い。しかし、俺たちの精神はまだ弱せていない。望みを捨てるな。ガイ先生、確かに望むことが全てできるわけじゃない。しかし、やるべきことはいつも望んでからでなければ始まらん。大変な初戦がそうだったようにな。勝負、カカシ！そして、これは決して強がりではない。お前、まさか。この子の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。まさか、最後の試合を。ガイ、それはダメだよ。よく考えるんだ。ここにいる誰もそれを望んではいないよ。君の父親だって。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？リー、そんな顔するな。今度はお前が笑って見ていろ。自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。父さん。八門トンコ、剣術の一つだ。父さんがこの技を、いつの間に。下人の俺が日々修行し、20年かけてやっと得得した唯一の技だ。20年。つまりこれは父として唯一お前に伝える技、そしてお前にとって最も特別な技となる。特別？お前は確かに立派になった。だがこの技を使用するには一つ厳しい条件をつける。自分ルールだ。自分ルール。父さん。チャクラが指紋の点結に向かっているな。父さん。第八、指紋。ダメだ、囲まれちまった。こっちは逃げ切れない。そんな、あれって霧の忍び方の七人衆じゃ。技とのガキにまで知られちまっているとは、俺たちも有名になったもんだ。俺はかすかだが刃こぼれのありやめ。こいつに血を吸わせて鉄分を再生しなきゃならねえってか。
俺たちであいつらは。カルテ、どうした、間に合った。父さん、国の父さんがどうしてここに。いいから逃げろ、お前たち。俺が時間を稼ぐ。ヒロト、父さん、相手は町人連中で、しかも忍び方の七人衆だぞ。父さん一人で止められる相手じゃない。俺には指紋八門金庫の陣がある。でも、そこは自分ルールだ。今こそ、はい、八門金庫の陣。自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。ガイ、お前本当に、なんてことを。赤い蒸気、八門全開寺特有の血の蒸気というやつか。だがこうやって見ると、なんだろうな。まるで秋に散り朽ちる枯れ葉色、落ち葉のようよ。確かにそうだ。だが、ただ朽ちて落ちるわけではない。それは、新たな青葉の養分となるのだ。そして、青葉が芽吹く、新たな春へとつなげる時こそが、青春の最高潮、真紅に燃える時。赤い蒸気、八門全開寺特有の血の蒸気というやつか。だがこうやって見ると、なんだろうな。まるで秋に散り朽ちる枯れ葉色、落ち葉のようよ。確かにそうだ。だが、ただ朽ちて落ちるわけではない。新たな青葉の養分となるのだ。そして、青葉が芽吹く、新たな春へとつなげる時こそが、青春の最高潮、真紅に燃える時。おそらく指紋の痛みは僕の想像を絶するもののはず。空気を殴りつけぶつけてくる体術技か。いわゆる空気砲。あれを四発食らい続ければ厄介だな。何よりそれを作り出す拳に直接やられるのは避けた方がいいだろう。やったか。八門金庫の陣とやり合うのはまれだ。せっかくだ、相手をしてやる。やはりまだ倒せはしないか。マイトガイは何をした。八門金庫の陣、己の力のリミッターを外し極限まで力を引き出す技だよ。かつて中忍試験でリー君が君にやってみせたあれの最終段階。リミッターの全開砲は五影をも上回る何十倍もの力を出すことができる。だがそれは一時。この技の後、解放者は必ず死ぬ。空中を蹴り上がってくると、こいつは愛すべき俺の大切な部下だ。リー、お前悲しくなんかありません。覚悟を決めた男を前に、周りにも悲しみも侮辱になります。俺たちはガイのサポートだ。聞いてくれ先生、ヤツのあの黒い武器が厄介でさ。発動型ではなく形態変化をする消えない常備タイプ。触れた箇所は消えるが、接触した感覚がはっきりとある。そしてあれを飛ばせる距離は約70メートル。それ以上はコントロールが効かなくなるからだ。ちゃんと存在し目視して終えるなら君のカムイも通じるということ。そしてマダラから離してしまえばコントロールを失わせられる。正直言って左目は見えなくなってきてまして、カムイで敵を狙うにはかなり近づかないと。ガラク、砂を準備してくれる。俺の砂でカカシを上空へってことだろうが、俺の砂のスピードでは奴の攻撃の的になるぞ。大丈夫、俺がいるから。カカシには俺の苦悩を持たせる。八門金庫第六ケレモン、はい。リー君、君も八門を。僕は六門までしか開けません。今ほど自分の力のなさを呪ったことはありません。いや、それでいいんだよ、リーク。だって君はまだ
ガイが命を懸けて守りたい青葉なんだから。リク、君はここでガーラ君のサポートと護衛をお願い。それともう一つ、僕のクライを。急ぐ。やはり早い。何があろうとただ聞こえ、ガイ！来るか。いいタイミングだ、リク。ガウイ！柱は以来だ。このワクワクはまだ踊れるだろう。さらに別の技はないのか。もっと楽しませてくれ。こいつ連続の石像。ガイ先生、あれでもダメなのか。石像ではダメだ。いいぞ、もっと踊れ。もう嫌ないしかない。心臓の点滅から見ても次が最後の攻撃となるわ。正義なのかは適当じゃない。あれ以上の技があるというのか。ガイ、ほら父さん急いで。慌てなくてもアカデミーは逃げやしないだろ。入学手続きの時間は決まってるんだよ。あ、はじめまして。うちの子がこれからアカデミーでお世話になります。父さん仲良くしてやってくださいね。いや、それは無理ですな。そんな、まさかモンスターペアレント。いや父さん違うんだよ。今回こいつはアカデミー試験に落ちたの。あ、それは失礼しました。アカデミーの前だったのでつい。そういうわけなんですよ。そこ笑うとこなの。こらカカシ、失礼だぞ。父さんの方がもう失礼かましちゃってるでしょ。だいたいこいつは忍者アカデミーに入ろうとしてんのに忍術使えないみたいだし、どう考えたってと。そろそろ行かないと時間に遅れちゃうよ父さん。あ、ああ、では畑カカシだったな。応援ありがとう。んは、カカシ、アカデミー入学が決まったからってうかうかしてられないよ。え、このまま行くとあの子はお前より強くなる。あいつが補欠の発表はまだだろ。アカデミーもバカじゃない。彼の名前を聞いて覚えておくといい。えー、いいライバルになるよ。おいお前、名前は毎度かい。これから誰よりも強くなる男だ。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。大丈夫か、カカシ。本当に父さんの言った通りだったよ、カイ。このチャクラ認めてやろう。体術において俺の戦った者でお前の右に出る者は一人としておらん。このマダラがお前を最強と呼んでやる。いろ。
界の最後の技。どうなった？死ぬところだったぞ。こやつめ。偶然の灯火だけど楽しませてくれた。レーダー灰になる前に俺が殺してやる。グドの間を蹴るだと。激マヨ先生、ナルト、いや、なんとなく前とは違うな。オビトのやつが。ああ、自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。